こんにちは動画ファンの成田です今回は YouTube で動画を視聴する時に見たいところを狙って再生できる裏技をご紹介いたします、えー、例えば YouTube で動画を視聴する時に、えー、長い動画だったりすると全部最初から最後まで 見ている時間がなかかったりですとかあとは、えー、私のこの動画ファンの動画なんか特にそうだと思うんですけれども、えー、解説動画なんかは全部は必要ないんだけれども、えー、そのうちの一部ピンポイントで見たい部分があるなんていうこともあるかと思います。そ、えー、そんな時にのの動画の見たいところをピンンポイントで狙って して再生させることができるそんな裏技がございますのでご紹介をしてまいりますではまずその対象となる動画を youtube で開いてくださいちなみにこちらは、えー、自分の youtube アカウントログインをしていてもしていなくてもどちらでも使うことができますので、えー、youtube アカウントにログインしていない状態でもお試しいただくことが可能です では今回は例として、えー、私が以前アップロードいたしましたこの YouTube の、えー、新しい YouTube スタジオについて解説をした、えー、ちょっと長めの動画こちらで解説をしてまいります。ではですね、えー、対象の動画開きましたらこの動画の画面の右下「いいねマーク」とか「バッドマーク」とかがあるこの 部分の一番右端てんてんてんとなっているこちらをクリックしてみてくださいそうするとこのようなメニューが表示されますで、えー、これは動画を投稿している人の設定になるかと思うんですが動画によっては翻訳を追加というメニューもこの下に表示されるんですけれどもそれは特に必要ありません、えー、この2つのメニューでこちらの文字起こしを開く これをククリックしてくださいそうするとこのように「文字起こし」というのがこの動画の再生画面の右側に表示されます。でこれは何かと言いますとこの動画の中で話をしている内容を自動的に 判別してテキスト化したものになります。この動画の中で喋っている内容が文字になったものになります。この文字起こし開きましたらここでキーボードパソコンのキーボードの、えー、コントロール 左側にも右側にもあるかと思います。えー、左右1個ずつあるんですが、これはどちらを使ってもオッケーです。左でも右でもどっちか1つでオッケーです。コントロールとあと f アルファベットの f。もしくはひらがなの歯が書いてある。こちらの、えー、キーですね。コントロールと f これを同時に押します。はい、そうするとこの。 YouTube ののアドレスバーのちょっと右下あたりでこの検索窓の中に自分が見たい内容のキーワードを打ち込んで入力してください。では例えば、えー、YouTube スタジオについての解説になりますのでじゃあ YouTube スタジオでコメントはどんな風に管理するのか知りたいんだよなと いう場合じゃあここにコメントと入力をしますで入力したら必ず Enter を押してくださいそうするとこの検索窓のところコメントというキーワード入力して15分の1という表示が出てまいりましたこれはこの画面上にコメントというキーワードが15個ありますよという表示になりますでこの 上矢印前へとか下矢印次へというのをクリックすると今1個目が選択されているんですけれども2個目3個目このように移動させることができますのでこの文字起こしの中にもその「コメント」というキーワードがある部分がこのように黄色くまたはオレンジ色に色付けがされております。この自分が 検索したいキーワーワ色色です、ね、で、この状態でじゃあこの文字起こしの中の内容コメントとある部分前後の文章ちょっと読んでみましょうでこれは違うかなという場合はまたこの矢印でこうどんどん下へ行ったり上に行ったりしてじゃあこの8分09秒あたりこれが見たい内容かなと思ったらこの「 コメントと書いてあるここですねこれをクリックしてみてくださいそうするとわかりましたでしょうかこの左側の動画の再生画面がこれがちょうど8分09秒なんですけれども8分09秒のところに自動的にスキップしましたあとは再生ボタンをクリックしたり画面上クリックすることでここから再生が始まりますので見たい部分に動画 スキップしして再生することができましたでもし内容を見てちょっと違うかなという場合はまたこちらをこうクリックしてでこれかなと思ったらまたこの対象のキーワードをクリックするとそこに動画がスキップしますので再生をして閲覧視聴を行ってください。 このように文字起こしをすると、その動画で話している内容がテキスト化されます。それをキーワードで検索して、見たいところにスキップして動画を視聴することができるんですね。このようにすると、自分が見たいところだけをピンポイントで狙って動画。 再生させることができるようになるかと思います、えー、こういった裏技もございますので YouTube ご覧になるときはぜひお試しになってみてくださいそれでは以上となります最後までありがとうございました